さて、この子は一体誰でしょう。おかえり。あれ、わかった？わかったよ。正解、マロンちゃんです。覚えてる？この日歯磨きのお手入れもしたんだけども、以前のマロンちゃんならもう歯磨きしようもんなら飛び上がってびっくりして大暴れしてたんだけど、こんな風に歯磨き慣れが進んでました。すごい。飼い主さんが今毎日頑張っていらっしゃるんですね。いやー、愛の賜物ありがとうございます。素晴らしい。よかったね、マロン。あら、いい子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 だね。いらっしゃい。待ってたの？階段の下で待ってた。およまろん、寂しかった。1歳以上の犬や猫の引き取り希望者には2週間以上のお試し飼育も義務付けています。いや、なんか入った時にすっごい飛びついてきたから、うん、こんな変わるんだって。逆にその譲渡センターの方の様子を知らなかったけど、こんなビクビクしてたの。ずーっとなんか、女の子です。嬉しいね、ママ嬉しい。あ、さらさら。待て待て待て、おしゃれば。待て、母さん。お。はい、マロンちゃんお疲れ様でした。いやー、めちゃめちゃ幸せそうでしたね。マロンちゃんが当初譲渡センターにいた時は本当に他のワンちゃんにビクビクして端っこの方で固まってたそうです。私のところに来ても天真爛漫で元気にね過ごしていたので、テレビマンの方とかはもう別犬だねなんておっしゃっていただいてたんですけども、もう今回のマロンちゃんはそれのさらにまた別犬になって、めちゃめちゃ嬉しそうで、もう全身全霊で幸せですって伝わってきました。飼い主さんがとっても愛情かけられているのが分かり、もう本当に感謝です。もうママが大好き大好きってことで、私の方なんてもう見向きもせずまあそれでいいですよね。本当によかった。微笑ましいなと思いました。
まろんちゃんもう13歳なんですけども、まだまだ幸せな日々を過ごしていただきたいなと思ってます。いつからでもお手入れ慣れもするし、歯磨きこんなにも慣れるなんて思ってなかったというか、最初の頃は本当すごかったです。もうちょっと口を触ろう思ったらピャーッと飛び上がって、本当にもうパニックになってたんですけども、あんなにお利口にお手入れもさせてくれて、あの日々の飼い主さんの愛情の賜物だなと思ってます。素晴らしい、ありがとうございます。キャバリアはね、心臓病が多いっていうので、もう口のケア、歯周病菌が心臓に悪い影響を及ぼすっていうのもエビデンスが出てますので、歯のケア頑張っていただければなと思います。そして皆さん、いつも愛の循環、幸せのバトンを回していただきありがとうございます。飼育放棄が相次ぎます。飼い主の身勝手な理由で翻弄されるペットたちのその後を取材しました。コロナ禍のペットブームの裏で急増している飼育放棄、しかも身勝手な理由によるケースが相次いでいます。ペットショップで買ったんだけども、犬の気持ちがわからないということで、まあ、1週間で手放されたことです。こちらのポメラニアンが飼育放棄された理由は、鳴き声がうるさかったから。犬と違った、こんなじゃなかった、それはやはり人間の身勝手でしょうね。コロナの影響でにわかペットブームが起きて勢いで買っちゃったみたいな人が結構飼育放棄するケースが多かったり、なんと先月には1枚のメモと一緒に施設の前に子猫が置き去りにされていたことも。名前はサムです。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。飼い主が飼育しきれなくなったペットを引き取り、新たな飼い主が見つかるまで保護をしている NPO 団体。コロナ禍以降、引き取り依頼が後を絶ちません。の方に飼ってもらうとか、実家で飼ってもらうとか、今のところちょっと無理そうな感じなんですよね。聞けば男性の妻はもともとハウスダストによるアレルギーがあったものの、事前に猫アレルギーの検査はしていなかったといいます。やむを得ない理由ではあるんですけど、防げる事案ではありますよね。コロナ禍で施設のケージが満室のため、保護したくてもできないケースが増えているといいます。運営はほぼ寄付で賄っているため、受け入れには限界があるのです。この団体では保護した犬や猫の新たな飼い主を募集していますが、飼育放棄が繰り返されることを避けるため、デメリットもはっきりと伝え、飼い主としての適性を審査します。この子は格段に気が強くて噛みやすいタイプです。しつけていく自信ってあります。ちょっと経験がないので自信とは言えないですけど、まあ、ただ気長にやっていくしかないかな。もしご自身が飼えなくなってしまったってことが生まれてしまった場合、迷ってどこか声掛けしてるよっていうところがあったりしますか？あ、でも今のところはないですね。審査には最低でも1ヶ月かけるといいます。1歳以上の犬や猫の引き取り希望者には2週間以上のお試し飼育も義務付けています。厳しい審査を経て、およそ50組の希望者の中から選ばれた中里さんファミリー。飼って2日でもうこのペットフードの匂いに耐えられないとか、吠えるとか、これだから甘えてきてしまうのを構えないっていうような理由で飼育放棄になってしまったと伺っております。これまでに2匹の飼育経験があった中里さん、コロナ禍の飼育放棄問題に心を痛め、どうしても保護犬を引き取りたかったといいます。面接したり連絡したり、行ける日は会いに行って、しこいでって言って1ヶ月後ぐらいに決まりましたよって電話が来た時はもう家族みんなで号泣して、ポーちゃんと名付けられ、家族に笑顔をもたらしています。他の
命をさらに育てるっていうことは余裕がなければ無理ですよね。時間、お金、場所、心、余裕がないと他の命を育てていくっていうのは大変なことだと思います。家族として迎えるペットの命には責任を持たなければなりません。ブームでつい飼ってしまった、こんなはずじゃなかったなどという言い訳は許されません。本日も最後までご視聴ありがとうございました。お助けドッグトリマーのゆうでした。またねー。